皆さんこんにちは、サンヨブです。中学入試問題算数に特化していつも解説しております。今日はこのような問題です。縦15センチ横21センチの長方形 ABCD の対角線 AC 上に点 F を取り、図のような長方形 AEFG を作ったところ、台形 EBCF の面積が140平方センチメートルになった。この時 AE の長さは四角センチである、という灘中学校の問題をやっていきたいと思います。それでは早速解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、まず条件しっかり確認していきましょう。長方形 ABCD である。対角線 AC 上に F を取り、また長方形を作った。つまり、4つの角は90度と。はい、そして台形 EBCF の面積が140平方センチメートルになった。はい、というわけで書いていきます。はい、ここから考えていくわけですけれども、まずこちらの台形 GFCD も140平方センチメートルです。まあ、これは一瞬で反応してほしいかなと思います。もちろん長方形に対角線を引くと面積が同じですよね。まあ、ひっくり返したら合同図形なので面積同じですよね。なのでこちらの面積とこちらの面積も同じになります。では台形 EBCF ですね、こちら140であればこちらも140であるということに納得いくでしょうか。それは全体の長方形見てください。全体の長方形を AC で分けていますので、三角形 ABC の面積と三角形 CDA の面積は同じですよね。この状況になっていますので、そこから同じ値を引きますので、残った台形の部分の面積同士も等しくなります。はい、すると次何が分かるのかというと、長方形 AEFG の面積が分かるということです。全体 15×21 から 140×2 を引けばいいですよね。はい、まずそれを計算していきましょう。はい、まず全体の面積は 15×21、 縦 ×横で315平方センチメートル。そこから 140×2 を引きます。はい、これは長方形 AEFG の面積ということになります。AE の長さが欲しいんですけれども、何かける何が35であるのかっていうのを考えていかないといけません。はい、次に求めてほしいのは縦と横の関係が分かるんですよね。これ縦が短くて横が長いです。この割合なんです。さてどこを見れば分かるのか、これは三角形 ABC になります。三角形 ABC と三角形 AEF はピラミッド型の相似です。相似は形が等しいということです。じゃあ大きい三角形 ABC の方を見てください。どんな形でしょうか。直角三角形であり、縦が15で横が21センチという割合です。要は15対21。お互いに3で割ると5対7です。はい、なので縦と横の関係が5対7で、三角形 AEF と形が同じであれば、これの縦 AE は5、横 EF は7のはずです。はい、そうするともう 5×7 しかまあないわけですよね。5×7 で35と。まあ具体的な計算をすると5対7の長方形っていうのはこういうことですよね。はい、5対7、まあこれ一つがね正方形だと思ってください。これの面積が今35ですので、35平方センチメートルの中に5735マスあるわけですよね。ということは一つの面積が1平方センチメートルになるので、1平方センチメートルといったら 1×1 しかないので、10イコール1で50イコール5、70イコール7と、はい、というふうに分かります。はい、よって答えは AE イコール5センチと、はい、というのが正解になります。はい、というわけでいかがだったでしょうか。このやり方が良ければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。またサンヨビ LINE 公式アカウントもありますので、ぜひ覗いてみてください。オリジナル問題集とかオンライン家庭教師等もやっておりますので、よろしくお願いいたします。本日は以上になります。ありがとうございました。